どうもおまっとさんでございます。今日はなんとまたまた映画に出演させていただくことになりました。イエーイ。今までね、なんだ、日中共同制作映画で、出させていただきました、去年ね。で、今年公開されて非常に中国で、大好評だったそうで、かなり視聴数が伸びたそうです。はい、それで、まだね、日本で見れる動画配信サイトで見れる状態にないみたいなので、私まだ見れてないんですけど、まあ、そちらに参加させて、エキストラでね参加させていただいて、でその次に NHK のドラマですね、先日全国放送もされましたけれども、シーナ&ロケッツ、明太ロックのシーナ&ロケッツの、シーナさんと鮎川さんの若かりし頃の再現ドラマ、これの、ライブ映像ですね、ライブシーンの、お客さん役で参加させていただきました。でその次に、今年の夏8月に、公開されました、仮面ライダービルド、こちらのエキストラでも参加させていただきました。そして、来年1月公開になります、博多華丸さん主演の明太ピリリの映画版、こちらにもエキストラで参加をさせていただきました。そしてなんと今回また、オファーねお声かけいただきまして、なんと今度は、エキストラとかではなく、ちゃんとセリフもあるというねまあド緊張ですわまあセリフがあってね、しかも一人でピンで映るというね、とんでもないことになりましたけれども、まあ「電気クラゲのインシデント」という映画に出させていただくことになりました。この映画、まあ、どんな映画かと言いますと、ちょっとね、説明をさせていただきます。舞台は一応福岡だそうです、ね。で、まあ、スマートフォンハッキングを利用した、まあ、事件がね、多発して、で、その捜査をね、依頼された、まあ、探偵と、その探偵がまあプログラミングにね詳しい人を探して、相棒にとして、まあ、選んだ、人物、ね、その2人で、まあ、わずかな手がかりをもとに、その、ハッカー、まあ、クラッキングともね、今ハッキングとかクラッキングって言いますけど、まあ、ハッカークラッカー、を、まあ、探していく。行くんですけれども、まあ、ちょっとたどり着いたっていう時にね、まあ、仕返しを食らってしまう、相手に見つかって仕返しを受けてしまって、そこから、ね、お互いがどうするかっていう、まあ、頭脳戦が繰り広げられるという、まあ、ストーリーになっております。はい、でこちらの映画ですね、そういう風なお話になっております。で、監督さんが茅野監督といいまして、九大だそうですね、九州大学、
芸術工学部だそうです、はい、で、プロデューサーの方は近藤さん、こちらの方も九州大学芸術工学部卒だそうです。すごいですね、九大です、はい、で、まあ私が、今回 YouTuber 役として、参加されています。まあこの電気クラゲのインシデント、ジェリーフィッシュmovie.jp で検索していただければページね、つきますので、そちらの方をね、こうスクロールしていただけるとキャストのところに私の写真も載っておりますので、はい、まあぜひちょっとね覗いてみてください。で、何役って書いてあります、はい、まあそんなところですかね、うん、でまあ、先日ね、全ての撮影が無事終わりまして、打ち上げの方にも参加させていただきました、ね、皆さんお疲れ様でした、はい、まあねすごく大変だったそうですなんかいろいろトラブルもあったそうですけれどもね、なんか連続で39時間の連続撮影っていうのがあったそうで、スタッフの方もね、すごくぐったりしてる写真なんかも上がってましたけれども、まあそんな苦労があってなんとか無事撮影ねし終えたということで、で私がね、まあ、私の撮影の時ね、まあ、私も声で動画撮ってますからやっぱ機材に目が行くわけですね。でどんなの使ってるのかなと思ったら、ソニーの α7S の初代ね、にマウントアダプターつけて、キャノンの24-105 の F4 ですね、の、まあ便利ズームレンズですよね、まあ、あれをつけて、撮影されておりました。で ND フィルターつけてね、で、通称クワガタって言われるね、まあ、ミニ三脚みたいなやつに乗っけてね、撮影をして、でロードのガンマイク2本がね2本使ってこう、私のこうセリフを撮ったわけです。まあね短いセリフなのに飛ぶしねまあ震えましたわ、手震えましたわ、まあ大変でした。さすがにねセリフのある役っていうのは初めてでしたからね、まあ日中共同制作映画の時もまあねわわわわ言うっていうのはありましたけど、あれまあねセリフっていうほどのものでもなかったですから、ちゃんとしたね、セリフがあるっていうのは初めてでしたんで、まあ震えましたよ本当にね、もうドキドキしても大変でしたけれども、公開は2019年春を予定しているということで、まあ、約あと半年ぐらいあるということで、これから編集作業をされるということで、どのような感じに仕上がるか、私の出演シーンが、ね、トータル何秒ぐらいになるか分かりませんけど、まあ長ければ30秒ぐらいかな、いや10秒20秒、うん、まあそれぐらいかもしれませんけれども、出ますので、はい、ぜひともね、ご覧いただきたいと思います、ね、まあ、まあその前にね1月に明太ピリリもありますのでね、これも全国公開されますので、そちらの方もぜひね、まあちょろっとね映ってるかもしれませんね、ね、こちらの方はセリフはありませんけど、ね、映ってるかもしれません、まあ、どちらとも、来年ありますので、ね、よろしくお願いしますという、動画でございます、はい、今日はまあその辺かな、まあ、そのぐらいのもんですね、はい、というところで、まあ、今日は、ちょっとね動画間隔空いちゃいましたんで、ちょっとなんか一本撮らなきゃいけないと思って、まあ、映画がね、ありました。まあこのね映画の件とか、まあ、他にもいろいろちょっとやることがあったのでちょっと動画撮れなかったんですけど、間空いちゃったんでね、まあ、この動画雑談みたいなもんですけども1本ちょっと撮らせていただきました、はい、ということで今回は映画に出たよっていうお話でございました。ぜひ見てね。それではバイバイ。